兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头。今天继续我们的七龙珠 Fight Z， 我们的悟空与佛利扎啊，意外的这个准备要共同作战哈啊，对我们还有西鲁啊，这个其实是还蛮吊诡的啊。上一集呢，我们就是差不多看到西鲁跟佛利扎啊，以及我们的悟空啊，这么的靠近啊，这么的亲密，我突然有点吓到了，好吧？那么不要不多说，我们首先呢。先去拯救下面的跟上面的这两只之后再直接头目战吧。好，不要不多说，我们就开始吧。というのはあれですか？あの男。你说的天津犯是那个人吗？那个男人好像在哪里见过？哎，这个很早以前的事情。あの時は是那个时候和我部下战斗的罗罗其中一员。なんだ。我认识。有那点战斗的战斗力，有跟没有，根本没差吧？达哥嘛，交换的骑牛，达哥嘛，交换的骑牛，谁啊？とはいえ、今は猫の手も借りたい状況です。さっさと終わらせますよ。帮忙解决掉复制。哦，好猛哦！我们来拯救天津犯。天津犯复制人，天津犯复制人，哎，打屁啊！下去吧！哇，会有这么厉害？收了，收了，收了！去吧！暴毙！啊啊啊！快！进来死哟！不假，不假，哎，干什么东西？哦，强强强！啊，一个月级新人，我住，我住，住住住，我抓抓抓抓，然后什么都打不到，有没有？炸炸炸腿！哎呦，厉害！月泽你会吗？哎，不要不要不要，大哥会死，会死啊！Damn， 我觉得我换下一只哦，就是失血过多。来，按错。来换只哦。哎呀，不能换啊。哦，直接按好了。嗯？哇，不能换？为什么不能换悟空？我按错了吗？好吧，看来是我按错了。洗呢？我靠！冲过来直接撞我的炸弹呀！お前たちよく平気でいられるな。怎么能这么冷静？こいつらが何をしたのか忘了他们曾经做过的事情吗？天津犯の気持ちも分かるけどさ。现在天津犯非常的愤怒。だがフリーザやセル、こんな奴らと仲間になる。要跟他们做伙伴，我做不到。おや。哎呀，这伙伴这么说就不对了。你以为你能和我平起平坐吗？哇，好自傲，一直以来都是很自傲啊。我可以一点都不想打算和你们玩什么好朋友游戏。それはこちらのセリフだ。まあまあ落ち着けってこいつらのことが大嫌いなんは知ってけど、な、頼むよ。忍一下吗？言いたいことは分かった。ごねたところで状況。それじゃ。だが、俺が我慢するのもすべてが解決するまで。忍耐到事情都解决为止。そのことを忘れる。当然です。私たちも。我也不是自愿要和你们合作的。ではないですからね。哦，在天津犯看起来好奇怪哦。该他，杨家。哇，找到饮茶了啊！饮茶这个姿势，好怀念呐、啊。悟空。饮茶，饮茶这个还被做成模型，实在太可怜了。なんでフリーザとセルが？为什么他们会在这？いや、話そうならば。啊？いろいろって一体。おや？二人ともお取り込み中です。敌人出现了。哇！敵が現れたようですよ。按太快了，抱歉，没看到长什么样子。話はあいつを倒してからだ。啊，详细情况说明之后再说。等我打倒之后。Fight！你那塞，吃我的石头啦！石头到位就这样子丢石头就好了。你那塞，
オーマイ。オーマイ、そうそう。そうそう。哎呀，抱歉抱歉。不然你很生气的样子。滚。该换悟空了。呀呀。哎呀。啊咩咩哈！喂，被挡下来了，算你厉害。喂，被发现。喵。我会死，会死。喵，我要被毁掉了。去吧。哦，快死掉了，换魔力渣啦，快没血了。都按到西鲁了，应该上魔力渣才对。耶里耶里。不要在那边甩来甩去哈。Oh my！ 去了。まあそんな感じでよ。だからヤムちゃんも一緒に戦ってくれ。你才和我们战斗吧。それは構わないが。没问题啊。当我昏倒的时候，情况还变得更糟了。どうしてフリーズ？这次师傅不打算反对。この男には多少興味があります。为什么？为什么他对饮茶有兴趣啊？興味ってこんなゴミカスにですか？垃圾残渣。ゴミカスっていくらなんでも失礼だろうが。ゴミカスで。黙れ。栽培マンにも負けたような。是输给栽培人的裸裸中的裸裸。栽培マンにですか？那不就真的是垃圾吗？ゴミではありませんか。しかしこれで納得できました。この男だけ。饮茶没有被意识封印。对啊，他出来是直接可以讲话，是不是？この男は。这男人因为太裸，所以连力量、精神的封印都不够完全。太弱了，是不是？つまり実力が中途半端すぎて。饮茶好可怜哦。悟空、お前まで納得するな。实力太弱了。よかったじゃねえか、雑魚で。くそ。可恶，被说成这样子。俺だってやるときは。会让你们知道，该做的时候我也会很厉害的。做什么？讲清楚啊！啊，要讲清楚啊，不然产生误会啊！点点点。それにしても。话说回来，制造出这么粗糙烂造的假货，啊，品味真是低俗呢。而且自己的复制人还是这么丑陋的存在。哎，还是间接嫌他自己丑了啊！佛利扎觉得自己很丑。こうして存在していること自体許しがたい。光是复制人存在这世上就难以原谅。ここで見つけたのも何かこんなものを放置しておいてコピーが本物に勝てるわけがありません。开打开打，上上上上上。我们那个西鲁跟悟空的血量都剩一半了，被我玩到剩一半了。死なさい！吃我的蛋！吃我的蛋！吃我的蛋！我有很会哦，下去吧！我下！那谁哟？不难打，不难打。哎，慢点，好不？死！哇！哎，我死了，我死了。万只。还是佛力扎的这个血量最多啊，保险一点。死呢！哇！哎呦，飞了，飞了，飞了，飞超远。好，佛力扎对佛力扎。
我要变身啦、啊！哇，哎、欸，可恶，居然没打到，有点可惜。Bang！ 我要再试一次那一招，忍耐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 ，别打我，让我忍一下，我开大绝了，让我开一下，拜托。那我就要死了，靠背不让我用啦，让我用一下会死。好吧，去吧。哎、欸，居然没中。好吧。我本来想看佛利扎那一招，哦，大鸡鸡攻击，奇怪啊，怎么弄不出来就被打死了？喂、欸，这是什么？这应该是21号实验室吧？16号。疲れた。好累呀。誰が演技なんてするものじゃないわ。ねえ16号。茶和点心呢？お茶とお菓子はあるかしら。比我想的还早回来，我现在就去准备。もう用意しておいてって言ったのに。そう時間はかからない。18号怎么了？18号はどうした？18号なら置いてきたわ。我把丢在那边。なんだと？なんだと？そんな怖い顔しないでちょうだい。仕方なかったんだから。そんなことより、一つお使いをお願いしたいの。有件事想拜托我。なんだ？お茶はいらないのか？不喝茶了吗？フリーザのこと、面倒だから始末してちょうだい。你去帮我解决掉他。なんこれ？我怎么突然闭眼睛？要解决他吗？何その反応？あいつを消すと困ることでもあるの？始末しては食べられなくなる。就吃不到了吧？你不介意吧？お前はそれでも構わないのか？好吃，快来吃我，快点21号吃我，拜托。そうね。ちょっと鮮度落ちるけど、死体を持ってきてくれれば問題ないわ。把尸体带回来就没问题了，因为我在佛利扎的身体里面，对他来讲是个威胁，所以说他宁愿把我给杀掉，他也不要把我吃掉。我愿意给你吃，快点！我就这活生生在你面前，21号，拜托你吃我。そういうわけだから、さっさと行ってきて。茶我自己泡就好了。好的。わかった。わかった。其实我觉得他们走路的动作啊，这个帧数啊，感觉只有20-30张左右而已，有点卡顿。拜拜，背叛者！哇，他早就知道了。哇，足智多谋呢，这个家伙，他居然知道我会背叛他。啊，不是啊，他知道十六号会背叛他呢，好厉害啊！脑中的声音是比克吗？啊，間違いない。悟空。比克。比克。一体何の話？俺たちの仲間のナメック星人。是我们的那个纳美克星人伙伴。今クローンが近くに迫ってきてるらしい。お湯沸きだから。啊，要去救比克。待ちなさい。なぜ使えないんだ？我救没有用处的罗呢？使えねえって。不会没用处啊，他很强啊。虽然说比克在这个系列里面，应该说比克的地位，其实我觉得还算可以，但是呢，他好像从来没有真正的无伤过关过，你懂吗？不是自杀，不是跟敌人同归于尽啊，啊，就是重伤打不赢。哦，从来没有看过比克真正打赢任何人过，哎，注意你，很强吗？あの子可和当初比，我可不觉得他变强了多少。本当本当，嘘なんかついてねえって。いいでしょう。棋子的确越多越好。よし、そうと決まれば急ごう。Let's go。哎呦，比克应该趴在地上。每次都嘛趴在地上，不管是谁都嘛趴在地上。待て！待て！以上はさせないぞ。死ね！哎呦，开战了哦！全く面倒ですね。快点解决掉吧！噔噔噔噔 ！Let's go！ 死なさい！死なさい！そこですか。喂喂喂喂，干什么东西？哦，开始会使用支援攻击了哦，厉害厉害！
被挡下来了。何可？龙来龙来！暴毙！暴毙之术！Go！哦呀！我打得屁滚尿流。硬 AA 到死了吗？看我怎么解决你！拿刀砍了，拿刀砍了！有点强哦。下去吧你，滚！交给我！哇，没打到。抱歉了，你还是去吧。可恶，我的大绝没敲到。尼克醒来了，得救了老顺。赶得上真的太好了。それにしても、没想到会被你们给救了。心を読んで、おおよその事情は理解したな。啊，对，他会读心术嘛，他知道大致上的状况，我们也不用跟他解释了，省得麻烦。私たちは、だから感謝する気があるのなら、私のために戦うことですね。貴様らと手を組むことは気乗りし、まあ、あなた程度が加わったところで、なんだと、なんだと、仲間同士で争ってどうするんだ。哇，比克是那个克林是和事佬哎，不要起争议啦。在大声什么啦？那悟空，何とか言ってやってくれよ。気に食わねんなら。如果有什么不满，尽情打个一场就好了。いいんじゃねえか？その方が話が早いだろ。悟空满脑子都是打架。もういいよ、悟空。とにかくピコロ、今はみんなで協力しよう。每次一救到人都必须要先乱过一次，跟这两个大魔头对话一次。什么？我居然要跟你们合作？然后之后那个佛利扎就开始，我也不是想要跟你们合作啦，然后一直不断的重复讲，然后我们都不会觉得烦吗？我看了都有点觉得烦了，每次都要这样子重复一次，有没有？你不觉得很奇怪吗？好，我们都到了16号，まさか。孫悟空たちも一緒にいるとはな。哦，所以说之所以十六号会来找我们，哎，没有啊，我们在超战士篇的时候，是我们找到十六号，这一次是十六号找我们。你是十六号？为什么会在这里？おや、お知り合いですか？我认识啊。知り合いも何も、昔セルと戦った時の仲間。塞鲁战斗时的伙伴。もっとも。但当时被我破坏了。哇！当初这个西鲁把十六号给打爆，现在又见面了。重新复活。不管怎样，家伙真纯，进来又来想找死。弗利萨，21号的命令。奉命21号命令要来杀掉。居然这样敢这样宣告。看来你对自己的实力很有信心嘛？我总觉得佛伊扎这张脸看起来怪怪的。21号の命ということ。红领军，红领巾军的一员。我没有回答的义务。どうしたんだあいつ？那16号、世界都是21号害的吧？なのにどうして手を貸すんだ？对啊，到现在都还没有解释16号为什么要帮21号哎。そんなものは没有这么回事。什麼啊？为什么你的眼神那么悲伤？你的眼神已经透露出一切了，我看穿你了。不管你有什么隐情，不愿意回答的话，我就打到你回答为止。说不定可以引诱那女的现身。21号都说要叛徒了，有差吗？ファイナル！しまった！どうだい？どうだい？
被打假的，被打假的。干这在干嘛？十六号，你真的超废的。十六号，不要那么废好不好？十六号，十六号，你这样不优。十六号。哎呀，哎呀，哎呀！哇，我死啦！复制人比克都比你强啊！你说这样对不对？复制人比克都比你强太多了。哦，好会挡，好会挡，超级会挡，熊抱。Let's go！ 哇哇哇！这只也很强，这只也很强，打很快，打很快哦！哦哦哦哦！去死吧！中奖！哇，被挡下来了！不愧是复制人，怎么有这么一点实力是吧？再吃我小的，大的吃不了，吃小的就可以。什么歪理啊？被打爆了，十六号。21号在哪里？知道的话，你打算怎么做呢？知れたこと。この波動。还用说吗？当然是阻止波动。償いとしてこの世から消すのみ。也让他从这地球上消失，作为惩罚。だろうな。果然。あなたもあの女をかばったところで何の得もない。おとなしく居場所を教えれば見逃した。考えるだけ。只是考虑而已嘛。おや、よく分かっていますね。你很了解嘛？哇，这么了解弗利扎。どちらにしても。不管怎样，你也没有别的选择了。話す気がないなら、破壊するのみです。那就只好破坏你。我靠，他们两个一大一唱，感觉像是什么，你知道吗？既然你诚心诚意发混，那么我就大发慈悲的告诉你，是不是？やめろ、死ぬ。やめろ。完了，他真的这次该不会？哦，吓我一跳。欸，我觉得这个平行，我觉得这个十六号又要再领一次便当了。我觉得他又要再领一次便当了。我猜啦。本当にこの人が。就是这个人。やっぱり普通の人にしか見えない。見かけに騙されるな。他的气，他放的屁，很浓郁。应该和我想的一样，只是利用细胞合成制造出的生命体吧。对啊，西路也是啊。答对了，怎么样？见到同类型生化人的感想是什么？真是大不长。竟然会来拯救同伴。勘違いしているようだけど、私は別に助けに来たわけじゃないよ。我是来毁掉他的。ならばなぜあなたはここにいるのです？見物しに来たのよ。我来观赏背叛者的下场。裏切り者の末路をね。自分から明明是你先背叛我，还装是受害者的样子。十六号，你真厚颜无耻。でも、さっき十六号はおめの命令で命令したわよ。勝つとは思ってなかったけど。だって十六号ったらひどいの。知道十六号有多过分，擅自让四信者连结，擅自让四信者连结，什么意思啊？就是擅自让我跟佛利扎连结，所以说我会跟佛利扎连结是十六号的所为，然后他想要利用我来打败二十一号，这样子应该说得过去吧？如果是我所想的那样的话，但我没想到你们这么仁慈，竟然开始谈论起他。これぐらいやってよね。哇！これが二十。覚悟はできているわよね。哎呦，直接跟二十一号敲。哦，我已经看过你的变身了，没什么好稀奇的，好不好？啊，我已经看过了，没什么好稀奇的。这就是你真正的形态啊！今は
我现在没心情跟你战斗。笑わせてくれ。あなたの気分など。そう。言っても無駄だよ。怎么跟之前一样啊？也是突然讲到一半。肚子饿吗？どうした？好きだらけだぞ。我觉得他这一幕跟之前那一幕好像哦，就是感觉又是重演一遍，但是因为我的关系，有一些路线稍微有点不同。我觉得这个敌战士篇跟超战士篇，我觉得都好像就是有点平行世界那种感觉，但是又很相似。そんなにすぐに進化してほしいな。21号。啊，该不会十六号替他挡子弹，然后十六号有领便当了？去吧！哎，真的嘞，十六号，哇，十六号又领便当了，我的天哪！哎，二十一号，你竟然这样子，哎，哇，十六号没事，哎，好屌、哦，这就是爱啊！你是一只猫，二十一号，なんてバカな子なのかしら。哎，这个十六号真的是超级烂好人哎。你被陷害了，你还要再去救二十一号？你脑袋装死是不是？わからないの？すべては私のお芝居。刚刚都只是在演戏而已。二十一号真的是演还是假的演啊？私が攻撃されれば、我只知道，只要被我被攻击，你就会牺牲自己帮我挡下来伤害。啊，好过分哦，二十一号。これくらいしないと、あなたは就无法惩罚到你。我、哦、靠，这个心机好重，这女人。悪趣味なやつだ。さて、そろそろおしまいにしましょうか。哇，二十一号要挂了。さようなら。さようなら。超坏的呢。哇，十六号饮恨牺牲了，又挂了。而且我觉得他这一次比超战士篇还要可怜，看帮十六号哭啦，太夸张了。啊，变成灰了。そんな。怎么会？自分を始末しようとしている。結局。那个男人到底在想什么？あの男は何がしたかったんだ？是想背叛还是想帮他？裏切りたさ。我觉得这另有隐情，下一个篇章可能会说明，就是为什么他要保护二十一号。それよりようやく邪魔がいなくなりま。啊，直接杠上吗？そんなに攻撃したいならいつでもどうぞ。そんなに余裕ぶっていて、私たちは手加減する気などない。やりなさい！お、接招接招接招！哇！我有精通护体，被气给挡掉了。怎么可能？確かに、奴にすべて直撃したはず。你看这两个大魔头惊讶的表情。マッサージにしては刺激が足りないわね。当成按摩还有点不够力啊！就这样，完了，他们死定了。化け物だ。こんなことが。大丈夫、心配しなくても。我也不想吃掉你。まだあなた。おめえ何言ってんだ。私にとっては食べ物でもどうせなら、もっと。あ、这边又要讲屁话了。すべてはあなたにかかってる。一切都靠你了哦，让你越来越强，我把你吃掉更好吃。走掉了，该死的。畜生！可恶！舐めた真似をしてくれる。言いたいことだけ言って。还把我的攻击当成按摩，マッサージ。ここまでふざけたやつに会うのは初めてですよ。どうかんだな。他们生气了，他们生气了。やつを捕まえに行くぞ。とても無駄だ。嘴上也没用啊。现在的我们打不过啊。なんだと。やつはまだ実力の半分も出してない。一半的实力都没拿出来。多分。おお、あなたにも分かって。おめえらが本調子じゃねえって言っても、やつの強さが。半端じゃねえって。赛亚人啊，没想到悟空也会有斗志的一天。平常看起来傻乎乎的，想要赢得对方，不是想要打败对方啊，还是会动脑的嘛。だが、強くなるにしても限界は波動がある限り。そうなんだよな。使不出力量。修行しても怎么办呢？
修行などくだらない。不是有个很简单的方法吗？什么方法？融合吗？本当かそれ。私の中にいるこの。只要锻炼我身体里的地球人就好。真的，快点，快点锻炼我，锻炼我。この方がリンクになれることで、だいぶ力が引き出せるようになります。哇，搞不好到时候佛力扎强到连赛亚人悟空都打得赢了。ですが、まだ全力は。权力还差得远呢。もっとそういうこと。あの女の望み通りに動くのは尺ですが、あなたも私の中で聞いています。なるべく多くの敵を倒し、そして無論無論都殺掉21号。